皆さんこんにちは、エコロジストの太田です。以前の動画で日本人の学生でアメリカの大学院に進学する人がますます増えているっていうお話をしました。今日はアメリカの大学院出願に必要な書類や試験、そしてそのプロセスを日本の大学と比較しながら紹介していきたいと思います。まずはじめに出願プロセスの概要を両者簡単に説明したいと思います。日本の大学院は皆さんご存知の方も多いと思いますが、夏頃に大学院の入学試験、いわゆる院試っていうものですね、がありますよね。日本の院試っていうのはほとんどの場合研究室の先生が作ったものなので、その先生の研究分野にかなり偏った試験になります。その院試に加えて TOEIC や TOEFL などの英語の試験、そして面接を終えて合否の結果が出ます。一方でアメリカの大学院の出願っていうのは、必要な試験の点数やエッセイやその他の書類を一つに全部まとめてオンラインで提出するっていう形になります。事前にその教授と知り合いでない場合は、例えば電話だとか、今ならズームなので面接をする場合もあります。なので事前にその大学を訪れて試験をしたり、そういうことはなくて、全ての書類をオンラインで提出するという形になります。なので日本の大学院入試っていうのは比較的項目が少ないですよね。院試と英語の試験さえ攻略してしまえば、大体合格には近づけます。一方でアメリカの大学院出願っていうのは GRE っていうセンター試験みたいなオンラインで受ける試験が一つあって、そして TOEFL や IELTS などの英語の試験、そして Statement of Purpose と呼ばれるエッセイが大きな鍵を握ります。他にも英語の履歴書を書かなきゃいけなかったり、3人の教授に推薦状を書いてもらわなければいけなかったり、一つの試験に向けてひたすら勉強するっていうスタイルではなくて、これら5つの項目を着実に準備して揃えていくっていうプロセスになります。ではアメリカの大学院出願に必要な5項目を一つずつ見ていきましょう。まず一つ目が GRE と呼ばれる試験で、これは多分日本の院試に匹敵するものだと思います。先ほど言ったようにオンライン上で受ける試験なんですが、英語と数学と英語のライティングの3つのサブジェクトからなる試験です。受験は TOEFL と似たような形で、試験会場に出向いていって、でそこで1日かけてパソコンに向かって試験を解くっていう形になります。ただ試験会場が日本には大阪と東京にしかないので、地方にお住まいの方にはちょっとハードルの高い試験かもしれません。 GRE の数学はセンター試験レベルの数学の問題なので、私たち日本人にとっては結構ハードルの低い試験になっています。ただもちろん英語での出題になるので、センターレベルの数学の知識を取り戻す上に、それらを英語で解くっていうことを事前に練習しておくことが必要です。英語のサブジェクトに関しては TOEFL や TOEIC よりかなりレベルの高い言い回しや単語が出てくるので、ネイティブでない私たちにはちょっとハードルの高いサブジェクトとなっています。英語に関しては過去問などから単語を勉強したり、ある程度の準備が必要になります。ライティングに関しては TOEFL のライティングと似たような形で、ちょっと勉強するのが難しいんですけど、まあこちらに関しても過去問などで練習しておくといいと思います。 GRE に関しては日本の院試と違って専門的な内容ではなくて、結構ジェネラルな試験になるので、最近はこれで学生の学力を測るのはどうなんだっていうので、 GRE をリクワイアメントから外している大学も多く見られます。ただ GRE には数学、英語、ライティングの他に専門科目っていうのもあって、例えば物理とか化学とか生物とか、そういった専門科目を受けてくださいっていう大学も中にはあったりします。取りたい点数としては、理系なら数学は満点、もしくは1問か2問間違える程度の点数を取っておきたいところです。英語に関しては留学生はある程度英語の点数が悪くてもそんなに気にされないことが多いので、この GRE に関しては力を入れすぎず、センターの時のように数学を取って、英語もまあそこそこ頑張るよぐらいの感じでいいと思います。次に英語の試験の話なんですが、私たち日本人がアメリカに行った時は留学生の扱いになるので、英語力を証明するために英語の試験を受けなければなりません。主に TOEFL や IELTS と呼ばれる試験が使われるので、 TOEIC は使うことができません。
私はIELTSを受けたことがないので TOEFL に限った話になってしまうんですが、 TOEFL はリーディング、リスニング、そしてライティングに加えてスピーキングがあるので TOEIC よりはちょっとレベルの高い英語の試験になります。だいたい80点ぐらいがリクワイアメントになっていて、文系だったら100点は取っておきたいなという感じです。TOEFL 80点っていうのはだいたい TOEIC でいうと800点ぐらいに想定して、 TOEFL 100点は TOEIC の900点ぐらいに相当すると思います。私は TOEFL が最終的には97か8ぐらいを取ることができたんですが、一番初めに受けた時は67点で、その後、まあ、合計5回ぐらい受けたんですけど、その間にも1年間交換留学に行ったりとか TOEFL の勉強を結構頑張ったので、 TOEFL はなかなか数ヶ月で点数取れるっていう試験ではないので、普段からコツコツ英語を勉強していくことが大事です。次に Statement of Purpose と呼ばれるエッセイなんですが、これは日本の大学院にはないものなのでちょっと戸惑いのあるところなんですが、これは合否を決めるかなり比重の重い項目の一つになります。Statement of Purpose は略して SOP なんてよく言われるんですが、ワードでまあ約 1-2 枚ぐらいのエッセイになります。このエッセイの中ではどうして自分がこの大学院に行きたいかっていうことを論理的に説明していきます。今まで自分がどういったことをしてきて、どういった実績を上げてきて、でこの大学の〇〇っていう教授の研究室に興味があります、で具体的にはこういった研究をしてみたいです、で将来はこういう方向に進みたいからこの大学院でこの研究をしておくことが必要なんだっていうことをパッショネートにかつ論理的に表します。これがたった 1-2 枚の文章なんですが、もちろん英語の文法も間違えてはいけないので他の人にもフィードバックをもらいたいところです。なので仕上げるのに数ヶ月はかかります。次に履歴書ですが、海外の履歴書っていうのは日本の履歴書のように型があるわけではなくて、自分で自由にデザインして好きな項目を載せることができます。ただこれもだらだら自分の過去の経歴を箇条書きにするのではなくて、自分の経歴の中でも重要なものを取捨選択して強調したりとか並び替えたりなどして、いかに見やすい履歴書にするかが問われます。なので意外と時間がかかります。最後に推薦状です。推薦状は出願する大学院1つにつき3人の先生に書いてもらう必要があります。例えば今自分が大学4年生でアメリカの大学院に次出願したいよっていう時には、例えば今所属している研究室の先生に頼んだり、他の研究室でもよくしてもらってる先生などに頼んだりすることができます。5つの大学院に出願する場合はそれぞれの先生に5枚ずつ書いてもらう必要があります。書いてもらう内容なんですが、まあ普段の自分の研究への取り組みの姿勢だとか今までの実績や活動などっていうのをまとめてもらうんですが、先生にお願いして書いてもらって先生は直接大学院に提出するので自分は残念ながら見ることができません。アメリカでは就職の時でも推薦状を書いてもらうっていうのはよくあることです。自分の研究分野で有名な先生だとか権威のある先生に書いてもらうととっても強みになりますし、出願先の大学院の先生でも以前から知り合いであるとかすでにコンタクトを取ってるよっていう場合では、その先生に推薦状を書いてもらうこともできます。日本人の先生にこの推薦状をお願いする場合には、日本にはなかなか推薦状を書くっていうカルチャーがないので、これはどういったものでいつまでに必要だっていうのを何度もリマインドする必要があります。他の出願項目は自分さえ頑張ればなんとか準備はできるものなんですけど、この推薦状に関しては先生にお願いする、他人にお願いするものなので、ある程度事前にどの先生にお願いするかなっていう目星をつけておくことや、時間に余裕を持ってお願いするっていうのが大切になります。さあここまで見てきて分かったと思いますが、アメリカの大学院に出願するっていうのはとても大変な作業です。日本の大学院ももちろん大変です。院試への勉強や TOEFL や TOEIC の勉強すごく大変なんですが、日本の大学院はその試験さえ頑張れば結構合格は確実じゃないですか。しかも日本の大学院っていうのは学部4年生の頃からその研究室に所属していて続けて進学するっていう場合が多いじゃないですか。
なので受験前からある程度その研究分野のことや研究室の雰囲気っていうのを分かっているし、自分が受かるかなっていうのも大体想像がつきますよね。アメリカの大学院の場合は内部から受ける人も外部から来る人も平等に扱われますし、東京や大阪でしか受けられない試験や英語の試験、エッセイを書いたり推薦状をお願いしたりっていう作業を同時に進めなきゃいけないので結構な作業になります。エッセイや履歴書、推薦状に関しては他の人のアドバイスも受けながら進めますし、他の人に頼んだりっていう作業も出てくるので、一人でコツコツ頑張るだけでは到達できません。でも逆に言うと、もともと内部にいなくてもその研究分野の知識があまりなくても合格できる可能性はあるわけです。なので GRE や TOEFL で基礎学力があるよっていうことをアピールして、エッセイで自分のパッションを伝えると同時に大学院に進んでもサクセスフルになれるよっていうことをアピールした上で、それを推薦状で第三者に証明してもらうっていうことになります。なので大学院では学部の時と違うことをちょっとやってみたいよっていう人にとっては、アメリカの大学院に進むっていうのも一つの手かもしれません。はい、では今回は日本とアメリカの大学院出願の違いを比較してみました。出願方法も準備する書類や試験などもだいぶ違うことが分かりましたね。これからも大学院留学についての情報を発信していきたいと思いますので、いいねやチャンネル登録よろしくお願いします。